皆様こんばんは、絆長杉です。いろいろなことを本当にお疲れ様でした。今日はピンクのピヨピヨということで、左からのぞみちゃんで、心ちゃんで、ピチです。で、三毛猫のカイ君と、違う三毛猫のカイちゃんと黒猫のカイ君です。よいしょ。今日ですね、十五夜のお月様っていうわけでございまして、まあ、月にちょっと見立てたんですけれども、団子を買うのを忘れてしまって、団子を買うのを忘れてしまったけれども、アポロを買ってきました。これはあの開けて、このラッキーがバーってあるかないかっていうやつ、まあ、近い未来やっていきたいと思います。過去に1回出たんですよね、ドーンって。おっとっとも何かしら出たことがあります。なやかやで晩酌開始でございます。何時かな、23時10分。 Wi-Fi がないがためにちょっと受信がもう深夜になるかもしれませんけれども、本日ご登録していただけました皆様、本当にありがとうございます。一期一会感謝、出会いに感謝いたします。丹麗牧場生というわけでございまして、今日3日目よな。誰が飲んだんや。俺やな。ゆっくり晩酌していきたいと思います。お疲れ様でした。うめえなこれは。またうめえなやっぱ。あのジュースも美味しかったな。レモンとラムネがなんか混ざったような。コバエが一匹おる。マジで勘弁してよ。ヒラメの長崎さん、ヒラメ薄作りでございます。お、いただく前にですね、くーちゃん、あんたのスプーンが、スプーンちゅうかもフォークちゅうかナイフちゅうか刀ちゅうか、あらららら、もうちょっと手のね、つることある剣が、よいしょ、なんとかねなりましたね。ゆっくりいただきたいと思います。ペヨ君、撮影お疲れ様でした。これはですね、縁側を巻いた状態です。こんな感じになります。うわ、贅沢な。縁側から行ってきます。いってらっしゃいちゅうわけでございまして、うわ、うん、間違いない。うまい。今日はウサギ十五夜の夜っちゅうことで、食べっ子動物園のウサギが来ておりますけれども、まあ大体この辺におりますけれどもですね、ゆっくり晩酌していきたいと思います。今日のスポットライトは、ピヨピヨ軍団代表でのぞみちゃん代表だから1ピヨっていうことやな。心ちゃんもおるし、ピジもおる、カイ君、カイちゃんもおる、みんなおるんやけど、でもスポットライトですからね。ピヨピヨ軍団、カイ君、カイちゃん、この間行ったしね。迷いますよね。もういろいろなものがブワーってなって。本日のスポットライトは孫悟空です。よいしょ。5分以内に収まるか。